藤ヶ丘工場地図。藤ヶ丘工場は愛知県名古屋市名東区旭ヶ丘にある名古屋市交通局の車両工場である。名古屋市営地下鉄東山線の車両基地であり、終点藤ヶ丘駅のさらに先にある。1969年4月1日の東山線藤ヶ丘延伸に先立つ同年3月1日に開設された。当初の名称は藤ヶ丘工場であったが、2004年10月1日に藤ヶ丘工場に改称している。工場の広さは約94,000平方メートルで、名古屋市営地下鉄では日進工場に次ぐ大きさである。350両の留置が可能である。地下鉄東山線の車両の日常検査、ガス検査、列車検査、重要部検査、全般検査を行っている。藤ヶ丘工場開設以前の東山線の車両基地は池下駅近くの池下車庫を利用していた。跡地には愛知厚生年金会館が建設された。東山線の新車の搬入並びに譲渡、廃車車両の搬出は当工場すぐ西の藤ヶ丘駅東交差点、愛知県道6号、力石名古屋線飯高台交差点国道302号の経路で行われる。1970年7月15日、名古屋市電の車両と停留場を保存展示した名古屋市電展示場が敷地内に設けられたが、車両老朽化のために1979年3月に閉鎖された。別の場所に移設された一部を除いて車両は解体されたが、残った車両もその後解体され、この展示場に展示されていた車両は現存しない。当車庫の地下を愛知高速交通東部丘陵線が通っている。ありがとうございます。